どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、ということで、宮崎遠征シリーズが終わりということでね、長かったですけども東京に帰ってきました。はい、久しぶりの撮影なんですけども、今日はですね、日吉駅のちょっと近く来てるんですけども、神奈川県日吉駅、日吉駅といえばね、慶応大学日吉キャンパスがあるということでね、日吉キャンパス、慶応大学といったら偏差値高いじゃないですか。今日もねそんな感じで、激辛食べて激辛偏差値を上げようという意気込みでございます。で、今回のお店なんですけれども、ニュータンタンメン中野谷店さんに来ております。こちらですね、フランチャイズでね、いろいろ川崎を中心に、店舗を展開してるんですけれども、ここね、名物のタンタンメン、辛いタンタンメンが食べるところ、今回やってみました。今回ね、辛さレベルが選べます。はい、なんかね、話を聞いたところいろいろと、選べるんですけど、なんかスーパーめちゃ辛みたいな、そんなね、辛いタンタンメンが食べれるということで、早速調査してまいりたいと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、というわけでこちらが来ました。タンタン麺辛さスーパーめちゃ辛でございます。見てください、この地獄のような真っ赤っかですけど辛そうだね。はい、非常にこのニンニクの香りが、効いておりますけども、これね楽しみですね。で、今日ねせっかくだからね、俺タンタン麺これ A セットですよ。これチャーハンすごい美味しそうだからね、チャーハン頼んじゃないか。すみません、辛くないんですけどねこれね。はい、じゃあちょっと冷めないうちに早速食べてまいりたいと思います。いただきます。さあ、タンタン麺スーパーめちゃ辛、お手並み拝見ですよということで、さあまずはね、勢いよくこのスープ飲んでいきましょう。はい、ファーストタッチいただきます。はい、スープこちらですね。おー、すごい、あ、うん、真っ赤っかですね。はい、これ結構な唐辛子入ってんじゃないでしょうか。これ具材は溶き卵、ニンニク、あとひき肉ですね。すごい、あ、唐辛子がもうボッてなってるから。はい、じゃあちょっとスープねいただきます。どんなもんかいと。うま辛、美味しいですね。まあ、使ってる具材がこれニンニク、唐辛子、溶き卵といって感じで、辛麺っぽい感じはしますけど、まあ、でもスープのベースが豚ガラなんで非常にあっさりして食べやすいですね。これはたぶんいけるぞ。これ使ってる唐辛子はこれ韓国産の唐辛子を使ってるそうなんですけども、見た目のこの赤い割にはですね、そんなに辛さは見た目以上には感じないですけども、これスープ。麺と具材はねほぼほぼあったんで、残りこのスープ、唐辛子たっぷりのこのスープいきましょう。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。元祖ニュータンタン麺日吉中野谷店さんのタンタン麺スーパーめちゃ辛、辛さレベルジャルのジャン、辛さレベル 4.5 です。ものすごく真っ赤でね、地獄色みたいな感じで辛そうなんですけども、食べてみたらあら不思議、意外に普通に食べやすいですね。非常に美味しかったですね。ニンニクのパンチが効いておりまして、鶏ガラの塩ベース、あっさりして食べやすいですね。宮崎辛麺みたいな感じですね。うん、宮崎を思い出しました。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター等々も更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。